皆さん、こんにちは、こんばんは、武田総龍です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは、丘ですね。まあ、この手の文字ってよくあるじゃないですか。で、丘はね、この1画目と2画目の外枠がすごい大切なポイントになるんですよ。これね、覚えておきましょう。正方形ではなく、ややね、縦長な形にしないといけないと覚えておきます。今からダメなパターンで解説していきます。ダメなパターン、その1、こちらですね。先ほども触れましたが、この2画目をね、長くしてしまうと正方形になってしまうんですよ。なんか字が子供っぽくなるんですね。こう覚えておきましょう。1画目の長さに対して2画目って短くしないといけない。言い方を変えると、1画目の長さが3に対してこの横線の長さを2と覚えておくんですね。ダメなパターンその2、こちらですね。この四角い囲み形の中の字を大きくしてしまうと、これまた子供っぽくなるんですよね。こちらご覧ください。中の字が上に上がってますよね。この中の文字の下の部分に余白を与えてあげると、まあさほど長くない1画目と2画目の足が長く見えてくれるんですよ。まあ中はね、上に詰めると覚えておきます。ダメなパターンその3、こちらですね。これは筆ペンや大筆で書くときしか使えない考え方なんですが、外枠系の字ってね、太くすると中がこうやって縮こまってしまって、なんか窮屈な印象になってしまいますよね。これはね、風とか門構えと書くときと同じなんですよ。まあ、外枠系の縦線は細くするって覚えておきましょう。以上のことを踏まえた上で、今からペン字筆ペン大筆楷書行書アートで解説していきます。まだね、チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録ボタンを押していただけるととっても嬉しいです。さあ、今日もね、双葉書道会のマス目押しを使って解説していきます。さあ、いろんな書き方があるんだけど、とりあえずこの向かい合うようなね、縦線バージョンで書いていきます。まあ、こうするとね、柔らかなね、丘になるんですよね。でね、ここをね、短めに書くっていうのがポイントかな。で、その分ね、これ高さをね、右上に上げて、右の方を背高くするんですよ。そうするとね、すごい立体的に見えるんですね。こういう風に書くんですね。わかるかな。こう、まあ、そうするとね、なんかパソコンの文字みたいにならないで、まあ、しっかりね、手書き感が出てかっこよくなりやすいですね。でね、ここの中に余白を作るっていうのがコツなんですよね。ここをね、埋めてしまうと足が短く見えてしまうので注意が必要です。で、細かいんだけど、ここの山の部分すごい重要なんですよ。これをね、こういう風に書いてしまうと記号感が出ちゃうんで、一画書いたら二画ってちょっと下出すんですね。で、ちょっと山なりに書いて、少しここ余白開けたりするとちゃんと文字っぽくなりますね。で、ついでにね、この最後のとですね、少し下に出すとさらにかっこよくなりますね。さあ、続いて筆ペンで解説していきます。ちょっとこれ書いてみたんだけど、縦線が反って向かうようにして書くことを背正って言って、縦線がこう向かい合うようにして書くことを向正って言うんですよ。これ書道用語なんですけど、全然雰囲気違って見えますよね。どっちがいいとか悪いはなくて、左がシュッとして右がね、柔らかく可愛らしく見えますね。まあ、さっきはこの向正で書いたんで、背正で書きましょう。こう反るようにして書くんですね。なんかちょっと厳しい感じがしますよね。厳しいっていうか、なんかシュッとした感じ、なんか厳格で真面目な感じがしますよね。これね、かなり重要な要素なんですよね。さあ、続いて大筆で解説していきます。楷書は背正で書きやすくて、行書はね、向正、柔らかく書きやすいんですよね。ほら、見てください。大筆で書くと分かるんだけど、この曲がり角って細い方が絶対いいんですよ。外枠って絶対にスレンダーにして、太くしたいならね、中をこうやって太くするんですよね。こうするとね、すっごいイケメンな字になるでしょ。ちょっとさっきの曲がり角、これ転折って言うんだけど、こうやって太くすると中がね、ちょっと窮屈になってしまうんで、なんかね、この横線とあんまりこう太さを変えないぐらいのね、曲がり角がね、おすすめになりますね。まあ、そうするとかなり中に余裕が生まれるので、美しく見えやすいんですよね。さあ、続いて行書ですね。行書は一般的にこの構成で書かれることが多いですね。なんか柔らかく見えますからね。行書で大体楷書よりは柔らかく見せたい字ではあるので、柔らかく丸く書きたいんですよね。でね、ここの部分ちょっとね、つなげてもね、おしゃれなんですよ。こうやってほれほれほれ、私これ好きなんですよね。さあ、ここまでが美文字です。ここからはお遊びタイムです。さあ、勝手にね、ちょっとお母さんみたいな美人な女性を表現したい。
さらにね、うん、丘って感じでしょ。さあ今度はね、岡くんですね。力強い筋肉、隆骨、筋骨隆々な丘を表現しますね。同じ筆でもだいぶ変わるでしょ。いいですね。さあ今日もね、野原社の書体辞典を使っていろいろと検索してみましょう。私もね、丘ってあんまりね、書道の世界では使わないから初めて検索したんだけど、なんかこれもう区みたいな、東京のなんとか区みたいな字にも見えますよね。まあ他の字っていっぱいあるんですね。まあ、よく使うのはね、こういう字なんですよ、私たちの世界ではね。なんか草書と言われる崩れた書体を使うんですけど、なんかね、これが可愛いんでね、今日はこれを使って書いてみますね。まあ、いわゆる隷書体という字ですね。それがなんかあんまり見たことない書体ですね。うん、横長、ちょっと筆感当たると面白いですね。線が揺れてますね。こう書いてんのかな、なんかハンガーみたいな、ハンガーっていうか、なんかクローゼットの中みたいな。いいですね。ギリギリ丘って読めるところも面白い。さあ今日はね、なんとなくゴールドを使って、ゴールドじゃない、ごめんなさい、シルバーですね。シルバーじゃグレーですね。お、これちょっと面白いんじゃないの。もう完全黒よりもグレーが多いんだけど、お、ちょっとこの辺流れ表現しよう。お、意外といいぞ。ちょっとここに散らそうかな。ちょっとね、いつもと違う雰囲気にはなりましたね。なんかグレー先行しても面白いな。本当にね、穂先だけ黒をちょんと足したんですけれども、でちょっとね、スプレーをこの辺弱めて、こっちをスプレー濃くして、こっちスプレー薄くしたんですよ。まあ、そうするとちょっと立体的になるかなと思ったんですよね。で、中をちょっとね、行書っぽく滑らかにして、怖さをねちょっと軽減しようかなと思ったんですよ。なんか影みたいで、この辺が影みたいで良かったですね。まあ、墨のしぶきがあることによって黒が出されて、まあ、さらに良くなったかな。今回以上です。ありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうか。丘、この文字ってよく使いますよね。なんかね、四角く書いてしまいがちなんですよ。もうこういう字って大体縦長にしないといけないんですよ。門構えだって同じです。正方形にしようとするとね、なんかちょっとごつくなるんですよ。まあ、このチャンネルの動画の美文字はですね、あくまでも大人が使える美文字なんで、まあ、小さい時に慣らせた押し富士とは全然違うと思うんですよ。押し富士とは違うと思うんですが、ぜひね、切り替えて学んでいきましょう。でね、こんな感じでね、美文字ってすっごい便利だと思っているんですよ。だってペンと紙さえあれば趣味として成立するんですよ。なんかね、私っていろんな趣味あるんですね。登山もあって、テニスもするし、なんか筋トレもするし、ランニングもするんですよ。でもどこに行くにも体力が必要だし、道具が必要だし、そしてね、怪我のリスクがあるんですよ。でも押し富士ってね、簡単に美を勉強することができるんですよ。で、私こういうお花、あ、これ今日お花じゃないですね、クリスマスツリーなんですけど、お花を生けるのも趣味なんですが、お花ってすっごいお金かかるじゃないですか。なんか一輪一輪ね、まあ、そんなに高くないんだけど、結構いい花を仕入れようとするとすごい高い。でもそんな中でね、書道って全然お金かかんないんで、すごい優れた趣味だと思うんですよ。ぜひね、大人になって書道を学びたいなと思っている方は、概要欄にいっぱい貼っておきました。あの双葉書道会に所属する先生方のところに体験に行くにもいいし、私のところに習い来るにもいいし、あの通信書道やるにもいいし、オンラインでね、書道するのもいいと思います。ぜひいろんなパターンで書道を学んでみてください。改めまして、このチャンネルではペン字筆ペン大筆楷書行書アート、全てのシーンで使うことができる動画作りをしています。2000文字の常用漢字を全て解説し終えるまで6、7年かかるんですけれども、まあ、じっくりね、あの今節丁寧に毎日を過ごしていきたいと思っています。ここまで長い動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録とグッドボタンを押して、この動画をそっと閉じていただけると嬉しいです。もしよければね、過去の動画とかもご覧いただけると嬉しいです。ここまで改めましてありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。バイバイ。